皆さん明けましておめでとうございますって、お前今頃何言ってんだよと言いたくなりますが、中国では今日2月1日が旧正月、チャイニーズニューイヤーと呼ばれる日です。皆さんも聞いたことあると思います。で、僕が住むこの香港も住んでいる皆さんが大切にしている年間行事のうちの一つなんですね。で、実際じゃあこの香港ではその旧正月、まあこちらでは春節と呼ばれているんですけども、街がどのように変わっているのか、どういうふうに過ごしているのかっていうのを今日はちょっとリサーチしようと思います。では行ってみましょう。さあ、ではこれから香港の街中を実際に歩いてどのようになっているかっていうのをね、見てこようと思いますが、日本でいう1月1日のお正月とこの旧正月、なんでこんなに数え方が違うのって疑問持ってる方いると思います。僕も正直な話、勉強不足で今回の YouTube 撮るまで知らなかったです。詳しく調べてみたら、1月1日をお正月って言ってる我々のこの数え方は、太陽の運行に沿って日数を数えた太陽暦、これで数えると1年が365日なので、毎年必ず同じ日がお正月、新年というふうになるんですけども、旧正月は月の満ち欠けに沿って日数を数えた太陰暦というのと、僕たちと同じ数え方の太陽暦、この2つを合わせた太陰太陽暦、これで数えてるんですね。そうなると1年が約354日なので、毎年同じ日がお正月ではないということなんですよ。だから今回、今年2022年のチャイニーズニューイヤーは2月1日なんだけど、来年はまたこのティ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 うるさいな、来年はまた日にちが変わってくるっていう、面白いね。2月前後が中国の、旧正月なんだろうなっていう、このふわっとした感じしか知らなかったんですけど、詳しく調べてみると毎年日にちが変わるということでした。で、その中国の旧正月といえば、やっぱり真っ赤な装飾ですよ。中国で赤っていうのはね、縁起がいいとされてるので、赤の張り紙とかね、提灯って言えばいいのかな、縁起のいいカラーで、家の周りを装飾するという、門国のもう中心にやってきましたよ。そろそろどこかの家ビルがね、赤の装飾になっててもおかしくないんだけど、あれ意外とないな。売ってるね、こういうやつよ、服。こういうのをね、玄関の横とかにね、みんな貼ってるんだよね。派手だな。おお、この店とかすごいね。もうお正月、旧正月専用だよ。いやー、例えばね、これ何売ってるかっていうと、日本でいうお年玉袋、こっちもね同じ風習があって、年上の人が、まあ、子供たちに対してお金を、お年玉をあげるんだって。その時に入れるお年玉袋、もうめちゃくちゃいっぱいあるな。もう一個一個が綺麗だね、すごい綺麗。うわ、これとかもほら、すげえ綺麗。いや、それにしてもね、ちょっと想定外だった。もっと簡単に装飾してる派手な家とかビルとか見つけられると思ったけど、いや意外とないな。普段歩いてる時ね、結構見かけるんだけど、あれ撮影しようと思って来たら意外とないぞ。
このお店なんかはもう下町だよね。昔からあるような商店街って感じだけど、こういうところもお正月に合わせた装飾を売ってます。いくらぐらいするのかな。これが20ドルだって。これは36ドル。そんなに高いものじゃないんだね。さあ、モンコクから移動して今度はね、香港島のセントラルっていうところに来ました。ここは前僕の YouTube でも紹介した骨董通りとかある方ですね。で、ちょっと奥に見える、これ見えるかな皆さん、これはね、世界一長いエスカレーターですよ。で、今から行くのがこの通りはね、香港の昔からある香港を代表するような通りなんですけども、まあ急な階段で上り下りするのは大変ですけど、ここはね、季節によって毎回お店の雰囲気変わるんですよね。クリスマスになるとクリスマスグッズがたくさん売ってたり。うおぉ、ほんと赤一色だね、全部。あ、これとかよく見るよね。お面かぶって踊ってる人たちいますよね。今年はどうなんだろうね。コロナの影響もあるから、そういう大々的なお祭りはしないのかもしれないけど、見たかったなぁ。これで値段が98ドルだから、まあ、1400円ぐらいかな。日本はさ、こういうようなお正月に関連したものって飾った後、詐欺帳とかで燃やすけど、中国、香港、どうすんのかな、これ。来年前に取っとくのかな。知ってる人いたら教えてください。では最後にね、ちょっと建物の中に入ってみようかな、どうなってるか。ここね、セントラルマーケットってとこに行ってみます。まあ、入り口はこのお正月の、これなんだ？あ、みかんね。おお。外から装飾が見えなくても結構こういう建物の中がきらびやかになってるんですよね。わあ、ここは結構賑やかだな。あ、ここは綺麗かも。ほら、わあ、綺麗だね。このお店全部みかんの木を売ってるんだ。こうやってショッピングモールの中もお正月用に特設会場が作られてます。お正月用のお土産コーナーっていうのがね、いろんなとこにあって、こういうとこでお土産を買って、まあ親戚の家とか友達の家とか訪れる時に持ってくそうです。まあ日本と同じだよね。はい、ということで今日はね、1日かけて香港の街を何か所か回ってきましたが、期待していたようなド派手な装飾っていうのは見つけることできなかったんですけど、まあどこかにあるはずです。そしてもしかしたら香港よりも、まあ、やっぱり中国本土の方が装飾も派手なのかもしれないですね。休み方に関しても香港だと2月の1、2、3に比べて中国は大体2週間ぐらい休むって言われてるので、まあそれを聞くだけでもどのぐらいの規模の違いかっていうのが感じれるかと思います。まあこの YouTube を見ている中国圏の皆さんはぜひ素敵なお正月を過ごしてください。で、日本に住んでいる皆さん、初めてね、旧正月、このチャイニーズニューイヤーっていうのをもう少し詳しく知った皆さんは、まあ、こういう異文化があるんだっていうのを知ってもらえれば、僕も結構歩いたんでね、歩いた甲斐があります。ではまた香港からお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。